ちらで食べていきたいと思います。はい、御殿場アウトレット内の沼津魚河岸寿司さんで爆食していきたいと思います。はい、僕は青身の魚が好きなので地魚さん牛とアジを頼ませていただきました。めちゃくちゃ美味しそうです。以前も食べたことあるんですけど、非常にここのやっぱね、水が近いんで美味しいですよね。では食べていきたいと思います。いただきます。これカツオさん、カツオからめちゃくちゃうまそうだね。うん、うん、やばい、抜群、マジでうまい。出た、僕もう一回頼みたいぐらい。種類はちょっとわかんないんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。オープンからすぐ来たんですけど、やっぱりすごい混んでて、やっぱあれですよね。美味しいだけあって、混むっていうのは納得ですよね。多分 CK さんは多分カニ味噌あたり頼んでる。違います、今回もちゃんとしたやつ。次に、なんだっけ、赤貝だったと思う。これはカツつぶ貝です。これめちゃくちゃうまそうっす。間違ってつぶ貝2個頼んでました。天骨じゃん。何ですかこれ。これが駿河スペシャル。ああ、美味しそうっすね。これが白身スペシャル、白身三種盛り。あ、うまいっすね。うまい。はい、ありがとうございます。あ、ついてくれるんですか。ありがとうございます。っていう茶碗蒸しが自分についてます。ありがとうございます。うまっ。言葉出ないですよ。わ、何頼んだんですか。中落ちトロの、ちょっと中見せてください。手巻き寿司です。いいですね。いい感じです。あとエビと、はい、イカです。ありがとうございます。はい、3食食べました。ホタテ、赤貝、つぶ貝です。そうだね、うなぎでもないな。うなぎでもないな。ちょっとホタテは塩で。はい、うまいっすよね。でかいでかい、美味しい。うまい、素晴らしい。いや、うまいっすね、めちゃくちゃ。非常に美味しい。結構当たりでした。やっぱこうアウトレット内だから大したことないのかなと思うけど、非常にこうクオリティが高いと思います。寿司さんはあれですか、海の近く出身だと思う。密漁してるんですか。密漁してない。何それ。漁業権ないのに勝手に素潜りとかしてない。してないんです。してない。信じるか信じるか。はい、次来ました。駿河三種盛りでした。よろしく頼むぞ。生しらすとアジと桜えびです。うん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 、うまい。おいしい。
CK さんはビール何派ですか？ビール朝日です。僕キリン派なんですよ。なんか朝日のこと、いや、こういうことで言うとあれなんで広告つかない。広告つかない。広告ついていない。僕はキリン派です。札幌もエビスも好きですけどね、朝日だけちょっと苦手なんですよ。何が違う？なんか逆に何がいいの？キリンの味とかじゃなくて、朝日飲むとお腹痛くなるんですよ。個人的な理由。そうそうそう。味はすごい好きです。じゃあ生しらす食べたいと思います。生しらすってうまいっすよ。うん。あんまりですか？江ノ島とかで食いますね。まあ美味しいけど。美味しい美味しい。全然関係ない話なんですけど、ほら箸置き作ったんですけど、見てください。これがどうやら富士山の形になるらしい。しきさん初めてでこれ気づいたらしいですよ。僕3回来てるのに1回も知れませんでした。着眼点が違います。さすがです。書いてあるんじゃん。だってさすがですじゃないよ。はい、寂しいですが最後になります。またね、普通 YouTube だとこういうのって違うものを紹介するんですけど、一番初めに頼んだ地魚三種リピートして食べてます。これね、すごい美味しいんで、皆さんも来たらぜひ食べてみてください。よろしく頼むぞ。おすすめです。最後は全部塩で食べようかな。なんかこの塩もなんか粗挽き塩って言って、普通のこう硫化状のやつよりもちょっとこうパウダースノーみたいな雪っぽい塩なんで、すごいなんか口当たりが良くていいですよ。焼き塩って書いてあります。よく知らないですか？うまそうっすよ。カツオだけ醤油ですね。これ何なんですかね、横のやつ。うん、うん、ビールもラストになります。うまいっす。カットで。すぐ新しいウェットティッシュを出してくれます。ミスピタリティーですね。うん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 、うん、食べ応えがあってすぐお腹いっぱいになりますね。なんか東京の寿司の厚さを1とするならこっちは4から4.5ぐらい、それぐらいこう厚みがあって美味しい。ぜひこうアウトレットのお買い物にいいんじゃないでしょうか。終わり。